祖父の陣形に隠された戦略。大軍師、受講アート真の狙いを考察。皆さんこんにちは。軍師のコーランです。今回は、祖父の陣形に隠された戦略と狙いについて考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。精鋭を揃えた義の援軍が参戦したことで、ついにやる気を出し始めた重工要衝。祖軍は新たな陣形で包囲されていますが、その裏には隠された戦略がありそうですね。本気を出し始めた重工要衝はどんな戦略を描いているのでしょうか。現在の陣形とこれまでの描写から祖軍の戦略と狙いを考察してみました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。 1. 基本方針は盾と矛。援軍に来た攻力白霊軍を編入し、総勢11万となった重工軍改め祖軍。その最新の陣形を見てまず受けた印象は、盾と矛の陣形だなというものでした。盾と矛といえば、合従軍の時に豪栄側の秦軍が取った方針です。一方の軍は敵の進行を防ぎながら、もう一方の軍が敵中枢を打ち砕く。この戦略に近いものを、今回の祖軍も取ろうとしているのではないでしょうか。この、矛と盾の陣形の可能性を頭に入れて、祖軍の狙いを考えてみると面白いかも。それでは、その各軍の役割を一つ一つ考えていきましょう。2. 戦闘運はおとり。まず、陣形の再編後、最初に動いた戦闘運は、避けるべき強撃に自ら飛び込んでいきましたね。いつもの戦闘運の暴走かとも思われましたが、この裏には受講運の指示があったのでは。そう、これこそが祖軍が神技連合軍を崩す本気の戦略の一手目だと考えられます。その根拠は、祖軍が新たな陣形の中での戦闘運がいる位置ですね。戦闘運はちょうど秦軍と魏軍の境目におり、どちらからでも攻撃できる危険な位置にいます。さらに、その位置から前に出ることで、あえて、自分を、狙い目の標的に見せて、秦、魏両軍で攻撃を誘って、わざと強撃させたのでしょう。目的は、翼海軍、乱離白軍を誘い出して、秦魏両軍の兵力を大きく削ることでしょうね。実際、翼海軍を引きつけたことによって、秦軍の残りの兵力は4万となり、魏の乱離白軍までも誘い出せたために、義軍も残り5から6万にまで減らせています。この際、戦闘運は同数以上の敵軍から攻撃を受けることになって非常に危険ですが、受講運は神技連合軍が急増のものであり、まだ疑心暗鬼の状態だと見抜いたのでは。山陽近辺の奪回戦など、直前まで秦と魏が戦争状態だったという情報さえあれば、神技連合軍の絆の浅さを推測することは難しいことではないはずです。逆に、それほどありえない同盟だからこそ、外へも意表を突かれたわけですからね。疑心暗鬼の連合軍であれば、至近距離まで遭遇させることで、混乱させることができます。実際、秦軍と魏軍の兵が遭遇した際には、同士討ち寸前にまで陥り、祖軍の前で大きな隙を見せてしまいました。秦魏軍は別行動している状態での攻撃なら、たとえ連携に欠けていても、戦闘運の脅威となり得ますが、新規両軍を釣り出して、一箇所に集合させ、一つの軍にしてしまえば、急増の連合軍は、陣形や作戦の共有ができず、無謀の衆になり下がります。このような連携に欠ける軍が相手なら、兵力で劣っていても戦闘運なら足止め可能だ。と受講運は読んだのではないでしょうか。あとは戦闘運さえ打ち取られなければ、秦軍、魏軍の兵力を一時的に削れるため、祖軍で戦闘軍が担う役割は、ほぼ達成したことになるでしょう。3. 鉄壁の盾の軍。次に盾の軍ですが、この役割は元羽軍と白霊軍が担いそうですね。敵の進行を防ぐという目的には最適な陣線だと言えるのではないでしょうか。本陣の指令を忠実に守り、変化する情勢に的確に合わせる指揮力を持つ羽軍の元羽。中華でも類を見ない飛距離と威力を誇る遠球隊を自在に操る左軍の白霊。どちらも敵軍への突撃というよりも、その場に留まり敵を防ぐ役割に適しています。元羽軍
を前面に出して、敵の突撃を阻み、ハクレイブンの遠距離攻撃で兵を削っていけば、それだけでも、かなり強固な防衛線を築くことが可能になるでしょう。戦闘に釣り出されて離れてしまった、乱美博のような規格外の突破力がない限り、この防衛線は、義の盛況な軍をもってしても、容易には突破できないはず。ゲオ軍と、ハクレイ軍の計3点傲慢で、義軍を釘付けにし、残る相手は、数を減らした4万の新軍だけです。ここで、祖軍が全面攻勢をかけてもいいですが、大軍師と呼ばれた主公のことです。さらに、もう言って、策を用意していそうですね。4、祖軍のもう一つの餌。全面攻勢前の、もう一工夫というのは、新軍への餌だと推測しています。すでに、戦闘軍という餌をちらつかせることで、新軍、義軍の兵力を削ることに成功しますが、それだけではなく、さらに、混浴軍を、餌として、同軍を足止めする可能性がありそうですね。混浴は、もともと、重工軍が意図していなかった、祖本営からの援軍としての参戦です。実力もあるとはいえ、若手の新鋭将軍ですから、辺境での知名度は、そこまでないはず。前哨戦の戦いぶりを見ているとはいえ、打ち合わせもなく、飛び入り参戦した将は、戦の決め手に使うことは、大軍師、主公王ならしないでしょう。となれば、攻略の最適な使い方は、正面の東軍にぶつけて、足止めにする程度なのでは。将の力は未知数ですが、前哨戦を見ていれば、兵の練度もある程度、推測できるでしょう。それなりに、盛況な兵が揃っていて、かつ東軍よりも多い兵数という要素を見れば、東軍に勝てないまでも、それなりに時間を稼ぎ、足止めくらいは可能だと判断できるはず。混浴軍を捨て駒に、東軍を足止めできれば、万上の大将軍二人がかりの突撃を阻止し、万を真上軍のみに集中させることができます。5、大本命の五個の軍。戦闘軍のおとりで、新規の兵を削り、義軍を、ゲーム、ハクレイ軍で足止めして、さらには、攻力をおとりに使い、東軍を抑えることで、満を持して、大将、ムーブを打つ準備ができました。ここでムーブ軍に相対するのは、祖軍大将である、マウ軍となります。ムーブ軍とマウ軍は、両軍ともに、3万という互角の兵力です。軍の強さは、初戦の衝突時の描写を見る限り、ほぼ互角と言えそうです。また、今のところ、マウブとマウは、まだ直接戦っていませんが、祖将の重雇用将なら、マウメイを討ち取った男、モウブの武力は、ある程度、想像できるはず。そう考えると、少なくとも、マウ自身、武力は、マウメイに勝るとも劣らない自負があるのでしょう。このように、将と軍の強さが、モウブ軍とマウ軍で互角なのであれば、さらなる一押しによって、その均衡は崩れ、モウブ軍は瓦解してしまうはずです。その最後の決め手を担うのが、後ろに控える呪光王の本陣になるのではないでしょうか。祖軍の本陣として待機する呪光王軍は、1万の兵を持ち、本陣としては多すぎます。軍師とはいえ、将軍機下の盛況な軍を、この局面で動かさない手はないでしょう。対するモウブ軍にも、後方に本陣がありますが、描写を見るに、マウキや少数の参謀がいるだけで、あとは、護衛の兵が数百人程度いるくらいの、脅威にならない小規模な軍です。他の新義連合軍を足止めしている今、モウブ軍に救援を送れる軍はありません。まとめると、今回の祖軍の陣形は、数に上回る新義連合軍を全力で食い止めて、新軍大将、モウブを潰すことだけを目的とした、頭狙いの作戦なのではないでしょうか。モウブ軍を、この段階で潰すことができれば、後ろに控える新軍本陣も壊滅させられるため、新軍の戦力を大きく削ぐことができます。この通りに動くのであれば、祖軍の中では、正面から東と戦う、混浴軍が、最も損害を受けそう。しかし、重工軍にとって、混浴軍は、味方というより、突如現れた、ただの駒という認識なはず。新軍大将のムーブと、実力不明な混浴であれば、差し引いても、お釣りが来ると計算するでしょう。その後の戦局を有利にできるという意味でも、これが合理的な戦略ではないでしょうか。ここまでが、新たな祖軍の陣形から考察した、祖軍の戦略と狙いの予想でした。もちろん、新義連合軍の奮闘次第では、思い通りの展開にならないこともあるはず。実際の戦況は、どう変化していくのか、ここからの動きが楽しみですね。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。